こんにちは、柴田です。今回はボスの GT1 と歪みの実機を鳴らし比べていきたいと思います。いろんな種類のね、歪みがあった方がいいかなというところでね、ブランドはね5つ選ばせていただきました。まずオーバードライブ系でいきましょうかね。こちらボスのブルースドライバー。ズームのマルチにはねこのモデリング入ってないんで、 GT1 はねこれが使えるっていうのも魅力の一つですね。そしてチューブスクリーマーのね TS808 で、ディストーション系はガバナー、マーシャルガバナー、そしてラッドで、 MXR のディストーションプラスと、このね5つを鳴らしていきたいと思います。ではブルースドライバーからいきたいと思います。オフという風なサウンドになっております。まずはマルチからいこうかな。ドライブとレベルが50でフラット状態でいきましょうかね。うん、ブルースドライバーらしいですね。かき鳴らしたくなるような。で実機いきまーす。いや、よくできてますよ。マルチ実機、素晴らしい出来栄えですね。ボリュームのね追従性を見ていきましょうかね。これねマルチです。うん、で実機ですね。この辺で差が出てきますよね。きめ細やかさ、あと音の抜け感ですね。にしても素晴らしい出来だと思います。で続いてチューブスクリーマーいきましょう。 GT1 から。うん、素晴らしい。で実機いきますね。あ、実機が小さい。レベルをね上げました。これ GT1 もね全然悪くないんですけれども、丸っこさがね、これね今ねコンパクトなんですけれども、これマルチ、まろやかさが違うというか、フロントにしてみましょうかね。これ実機、でマルチです。おー、悪くないですね。印象としてはマルチの方がねちょっと硬い、実機の方がマイルドで、まあ、違いはあるもののね、やっぱクオリティは高いですね。続いてディストーションいきましょうかね。まずはディストーションプラスで、 GT1 からいきます。ジャリジャリ強いような。実機いきましょうかね。小さい。あ、やっぱこっちの方が深みがありますよね。うん、ちょっとね設定を変えましょう。 GT1 でドライブをね若干上げてみますね。60ぐらいまで。
硬さを感じますよね。こちら。まあ、お上品さとこのふっくら感がやっぱね、実機の方が断然あると。まあ、とはいえね、GT1 もね、まとわえてるなというふうな感じはしますね。で続いてね、ラット行きましょう。GT1 から鳴らしていきます。うん、めちゃめちゃらしさはありますよね。で、実機です。おー、まあ、でもやっぱちょっと深みが。GT1、 やっぱこのミュートの時にね、大きな差が、違いはあるもののまとわえているなと。やっぱりね、でもアナログの良さっていうところでは断然実機の方が上回ってますね。続いてはガバナー行きましょう。まず GT1 の方から。うん、これもまとわえてるなと。実機です。やっぱすごいな。元気なんですよね、こっちがね。で、実機。やっぱカレーがね、カレーが違う。ちょっと若いというか、生き生きしてる。これが実機だと。密度の違いもあるのかな。デジタルの方がね、ギュッとしてますよね。実機の方がね、なんかふくよかではなくて、広い感じ、広くに伝わる感じ。これ実機は実機。まあ、優しさもありますしね。というふうな感じでございました。まあ、さすが GT1 だなというところではありますけど、やっぱ実機とのね、差はあるというところで、とはいえね、まあ、2万円でこれだけ現代のマルチは楽しめますから、もうおすすめでございます。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。